モラビア人は、チェコ共和国モラビア地域の民族学的集団であり、それはチェコ語に属すモラビア語を使用している。欧州連合内にあるモラビア833年頃のモラビア公国モラビアの旗。1848年に、プラハで開催されたスラブ会議の中でチェコ語を話すモラビア人代表者によって使用された。13世紀以来、 使用しているモラビアの紋章バーツラフマリーによって描かれたモラビア人モラビア族や北部ハンガリーの一部にさえも定住していたモラビア族について最初に言及しているのは822年のフランク王国年代期からである部族はバイエルン人の地理学者によってボヘミア族とブルガリア族の間に位置づけられる9世紀にモラビア人は隣接のニトラを支配 10世紀までにもイミール王家によりモラビア王国を建国した。王にして王国はボヘミアや現在のハンガリー、ポーランド、ウクライナの一部など他の近隣領域を支配中央ヨーロッパで最強国の一つに浮上する。モラビア王国崩壊後、モラビア族は新しい国家ボヘミア公国とハンガリーの間で分断、分割された。 西部モラビア人はチェコ人に同化し、現在はチェコ人として同一視されている。近代スロバキア国家はハンガリー王国内においてモラビア族の東部で形成された。祭りの期間中に伝統的衣装を身につけたモラビア人ボヘミア公、ブレティスラウス一世は王室の次男以下の息子たちを抑えるため徹底的にモラビアを改革することを決定し、 後継者問題を解決する。モラビアはまだ一国の一つと考えられていたが、客観的な見方ではモラビアは弱体化しており、ボヘミアほど迅速に中世、国家の形成すらできなかった。チェコ人からモラビア人の自立文化につながる道は12世紀後半から13世紀、初頭の政治的、経済的変化により引き起こされる。チェコの歴史的伝統は中世モラビアで発展する。 例えば、チェコの年代記は再び読み直される。モラビア民族は1991年の国勢調査で初めて表記される。ビロード革命後、モラビアスレスコ領域回復を目指す有力な政治運動がモラビアにおいて活性化した。それゆえに、これまで公式的見解だった統一的チェコ人は、ボヘミア、モラビア、チェコ領スレスコに沿って、 チェコ共和国の歴史的区分を分けた。モラビアでチェコ語を話す住民の一部やチェコスレスコで、チェコ語を話す住民の一部は、モラビア人やシレジア人をそれぞれ宣言した。1991年に、チェコ共和国の136万3000、人の市民がモラビア人と申告している。しかし、その数は2001年の国勢調査では38万474人に、 下がった以前に自らをモラビア人として申告した多くの人々は2001年の国勢調査では再びチェコ人として申告した。だが2011年には数が52万2474000人に再び増加している。モラビア愛国心意識が最も強いのはモラビアの旧首都ブルの周辺である。1989年のビロード革命後の最初の 数年間だけで少数のモラビア政党は選挙である程度の成功を遂げることができると見られていた。しかし、1993年、チェコスロバキアが平和的にチェコ共和国とスロバキア共和国に分かれたチェコスロバキア分離期に彼らの多くは勢いを失った。2011年の国勢調査によると宗教のない人の割合はモラビアのズリーン州で最も低く、 ボヘミアの一部、モラビアの一部ビソチナ州、南モラビア州、モラビアスレスコ州、そして主にモラビアのオロモーチ州が続いている。ありがとうございます。